はい、皆さんどうも、お疲れ様です。えーえー、今回、第2回、えー、全日本、えー、七王シーバスダービーのですね、大会のルールなど、参加の仕組みなどをですね、えー、まとめた動画にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はいえー、今日は11月3日、えー、午後10時になっている時点で撮影しております。で、まず皆さんが楽しみにしていると思われる、小、えー、ですね、1位、2位、3位といろいろと順位があるんですけども、 今のところ、えー、9個の段階で賞を分けてますんで、それをそ先にね、楽しいなところを紹介させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。で、まずですね、1位の方がもちろん一番、あの、いいものがもちろん当たるんですけども、1位の方は、まず問答無用に Amazon ギフトカードが1万円付いてきます。で、えー、このロケットペンシル230か、うん メガドックのこの色、ちょっと言っていただいて、メガドックのこの色か、あと、このメガドックのこの色。で、この3つには必ずですね、僕からあの提供させていただいて、ナナオ尾金ギラギン、僕のオリジナルカラーですね。ナナオ尾金ギラギンのスーパーサミーのナナオ尾金ギラギンが、えー、無理やりついてきます。<laughs> このついてきます。これは必ずですね。で、さらに、えー、1位の方から順番にこの3つの中から選んでもらう。プラス、えー 結構皆さん、たくさんの方から協賛いただきまして、ちょっと全体像を写してもらってですね。えっ、ー、とですね。まず、こちらの3つが、あの、この、え、しょ、C 賞、B 賞、A 賞とありますけど、これは、ヒデさんっていう視聴者さんの方が、一、えー、人でですね、全部こんなにいっぱい、えー、協賛していただきました。で、多すぎるので、えー、この A、ヒデさん賞がこの中にありつつ、A 賞が、えっ、ー、とですね、 全部の商品に、このアブガルシアのピンオンリールをですね、友達から協賛いただきましたので、全部の賞に付けせていただきたいなと思っております。で、えっと、A 賞が、ヒデさんの A 賞がブローイン 140S の、えー、このカラー。で、あとメ、メガバスのカゲロー、えー、155F のこのカラーですね。で、B 賞が、えー、ピンオンリールと、こちら、空海スリム 120F と,、えー、と、スネコン 90S。 あと、あとこれですね。なんだっけ、これ。C、C ライドの20グラムと、あと、ナレージの50が、これが B 賞ですね。で、ヒデさんの C 賞っていうのはですね、えー、空海スリムの 140F と、あと、グローイン 165F のスリムですね。あとは、えー、VJ16 のこの色と、あとピンオリールがついてきます。で、このヒデさん賞の A、B、C を、 1>, 1位の方からまた、あの、こっちのビッグベイトシリーズとは別で、先に A がいいですとか B がいいですとか C がいいですとかで選んでもらっていくような感じになります。はい。で、2位なんですけども、えー、2位の方は、えー、Amazon ギフトカード5000円がもれなくついてきて、えー、1位の方が決めなかった、こちらの2つが、例えばこれとこれが余ったとしたら、これのどちらからか選んでもらうって感じになります。で、さらに、1位の方が、えー A を先に選んでいたら B か C からから選んでいただくっていう感じになります。はい。で、3位の方は、えっと、残念ながら Amazon ギフトカードはないんですけども、まあ、これの3つの中から余ったやつを1個と、あとこの ABC 賞の中から1個余ったやつを、えー、贈呈される感じになります。で、あとですね、7個3賞っていうものが別枠であります。これは、もう完全に、あの、投稿していただいた方、 エントリーしていただいた方の1、2、3位の方以外から福引き、くじを引かせてもらって名前を入れたボックスの中からくじを引かせてもらって、奈ナ子さんがですね。で、アマゾンギフトカードが1万円が単発で当たるっていう賞があります。それと別に、メーニャ賞っていううちの飼ってる猫ちゃんが、えピッとくじ引きできたらですけど、できたら、その同じようなくじ引きで、ピッと選んだやつを、先に触ったやつを選んでいただくっていう、その、 賞ですね。それはアマゾンギフトから3000円になります。で、あとが、えっと、こちらの、こちらも視聴者さんからいただいたんですけど、SK さんっていう方の、えー、ブローン 140S ですね。この色、僕も欲しいんですけど、この色。と、あとピンオンリールの賞あと、あの、いつもお世話になっている、まさのヒキフィッシングさんから、えー、いただきました。えっと、アマゾンペンシルですね。 アマゾンペンシルのこの中にフラッシュ版が入った新しい新色になります。アマゾンペンシルと、あとすごいですね、ワスプスラローブの 80S。これ、あとピンオンリールがセットになって、これがマサノヒシシングさん賞です。で、こちらが、えー、マサノヒシシングさんの、えー、コミュニティに入っていらっしゃる、えー、僕の YouTube とかにもね、よくライブにコメントくださったりするフッキーさんって方がいらっしゃるんですけど、フッキーさん賞って言いまして、こちらも僕も、僕もいたして欲しいです、これ。 えー、ブルージュの 190F になります。クリアカラー、ちょっとレインボーがかった感じの色ですね。で、それにデッパー 80S がついて、あとアブガルシアのピンオンリールついて、っていう復帰参照になります。あとこちらが、えーアイで、ピンオンリールと、あ、これもすごいですね。えっ、ー、と、バロール130の、えー大会が終わって少ししてからね、ちょうどいいバチ抜けシーズンに使えるような、この、えー、バロール130と、あとウェーバー 58S のマットチャートですね。 こちらがセットになったのが愛参賞。はい。で、この愛参賞を、復帰参賞、まノのシグ参賞、えー、SK 参賞は、くじ引きになります。さっきと同じように、ななこさんとメいにゃンさん賞と同じように、えー、と、全部重複して賞を取るってことはないんですけども、えー、くじ引きをさせていただいて、1、2、3以外の方から、こちらの4つの賞も、えー、入れさせていただきたいなと思っております。 はい。えー、とってもね、豪華な章になっておりますので、えー、もう一回じゃあおさらいしてちょっと映させていただきたいなと思います。はい。もうわかりますかねちょっともう一回全体像だけこちらの方。えー、愛参照はくじ引きで、バロールとウェーバーですね。フッキー参照もくじ引きで、えー、ブルージー 190F とゼッパーと。 で、またの意識フィッシング参照は、えぇ、ー、アマゾンペンシルとワスプスラロール80とピンオンリールという感じになっております。で、SK 参照がブローイン 140S とピンオンリールと。で、こちらの下の、えー、3つ、映ってらっしゃるこの3つが、えっ、ー、と、ヒテさんっていうね、勝者の3方がいただいたんですけども、A 賞がガゲロー 155F とブローイン 140S と、あとピンオンリールですね。 で、えー、B 章が、ピンオンリール、空海スリム 120F、スネコン 90S、シーライド、ナレージ50ですね。で、三山章 C が、えー、空海百スリム 140F、ブロイン165、スリム。あとは、えー、VJ16 のこの色。あと、ピンオンリール。っていう感じになります。えー、非常にね、すごい豪華な、負がね、 全部集まってきて、ちょっとびっくりしてる状態でございます。で、9、一応今のところ9本の当たりがあるような感じになってるんですけども、えー、もしかしたらまだもしかしたらわからないです。増えるかもしれないんですけども、ちょっとその辺はこの後の中間発表の時とかにもし増えていたら発表させていただきたいなと。あと途中で動画の中でもね、賞が増えたら、協賛品がもし増えたらですね、 えー、お伝えできたらなと思っております。ちなみにこちらのリールとかはつかないんで、ご了承ください。<laughs> お願いします。はい。では、章の発表でした。では、この後に、えー、大会のルールの説明させていただきたいと、させていただきたいと思います。失礼します。はい。皆さんどうもお疲れ様です。えー、今度はここからはですね、えー、大会の参加条件やルールなどを説明させていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。えー、まずですね、写真の撮り方なんですけども、 えー、魚の、えー、写真をですね、撮っていただくときに、魚を左へ向けていただいて頭をですね。で、その下にメジャーを引くか、まあ、ィーモメジャーみたいに幅があるやつだったら、その上に乗っけてもらって、必ず数字が全部見えるようにしてください。魚の下に数字が入っちゃって見えなかったりすると、ちょっとあの、わかりにくくなってしまうんで、しっかりと見えるようにしてください。で、えー、左の、まあ、できれば上あたりにルアー、下からあたりにルアー。で、右あたりに七尾二番、えー、七尾 っていうこ,のこれを貼ってください今回は前回は7尾だけだったんですけど、今回はこの7尾って書いてある、7尾に、丸2って書いてあるやつ。まあ丸なくてもいいんですけど、7尾2って書いてあるやつを、まあ皆さん結構ジップロックに入れたりとかして、これをこう写真の下か上あたりに置いていただいて、写真撮影をしてください。はい。で、できればですけども SN、SNS とかに投稿すると思うんですよ。皆さんツイッターでつったーつって。 時に、できればこの七尾投稿用のこれを乗っけてるやつと乗っけてないやつ2枚取ってもらって、できればその、この七尾がないやつをツイッターとかそのインスタとかに乗っけてもらえると、あこの人今ないなんだなとか分かっちゃうんで、できればこのないやつをと、もう今、もうすでにしちゃってる人はもう遅いんですけど、しょうがないんですけども、これからもし投稿する方は七尾用とそういう SNS 用と分けてもらえると、これがあるやつとないやつ取っていただいて、ないやつをツイッターとかにしてもらえると、 助かります。はい。で、参加の場所なんですけど、おかっぱりのみになります。えー、ウェーディングは禁止です。サーフとかで、膝周まりジャブジャブ入るとかはありにします。はい。長靴も大丈夫です。はい。で、ルアーのみです。ワームも OK です。えー、釣り金やグレーゾーンでの超過はなしとします。バッテンですね。これ不可としますね。後で判明したりしても、えー、罰になってしまうんで、超過がなしになってしまうんで気をつけてください。 で、65センチ以上の魚で、えー、0.5センチ刻みでお願いいたします。65.5とか70.5とか71センチとか、そうやって、71センチか70.5とかそういう感じで0.5刻みでお願いします。で、えー、さっきウェディングダメって言いましたね。ス魚のすれもダメですね。ちゃんと食わしている感じに、口にかかっている魚や釣ったやつに、えー、自己申告になりますけども、えー、お願いします。 で、一匹の長さで勝負していきますので、よろしくお願いします。測り方なんですけども、えー、自分の中で一番長く測れる方法でいいです。口を開いて測るのが好きな人、口を尻尾を閉じて測るのが好きな人いると思うんですよ。で、ね、もう自由です。魚が自分の中で一番の知識、テクニックですね。写し方のそれも。えー、自分が長く一番写せる方法で撮ってもらったその記録。自分の中で何センチ釣りましたって記憶を頭の中にするサイズで測ってください。自分で認めたサイズで。 出してください。お願いします。はい。えー、最初に大名言ったのがですね、えー、登録者様5000人様ありがとうございます。ということで、えー、と、ついに行かせていただきまして、ありがとうございます。皆さん。本当に感謝しております。これからも頑張りますんで、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、第2回、全日本になります。ただ、えっ、ー、と、佐渡島とか、えー、沖縄とか、島あると思うんですけども、 えー、伊豆大島とかですね。そういう人が住んでる本土の島は、えー、一つの土地として大丈夫です。船で渡船をするとか、あと、沖手に渡るとか、それもなしに、超、え、過、ー、に入れないようにしてください。お願いします。なるべくみんながね、中学生、小学生とかも参加できるような条件、なるべくお金を使わないで気軽にエントリーできるところでの釣りを対象としてるんで、その辺もよろしくお願いします。はい。えー、で、7尾 シーバス大会ということです。第2回ですね。はい。で、えっ、ー、と、条件なんですけども、この4つが1つ、非常な条件になっております。大事な。まず1つ目が、僕自身のですね、七尾の YouTube チャンネルを登録していただいて、まだしてない方はですね、ぜひ登録してください。それが1つ目の条件になります。で、2つ目が、写真確認とかになるんですけども、えー、僕の Twitter をですね、フォローしていただいて、そこで、あの、僕の、 ツイッターに DM を送、写真、超過写真をですね、DM で送っていただいてっていうことで確認させていただくんで、ツイッターをご自身がやってる方じゃないと、参加できなくなってしまうので、もし、えっ、ー、と、ツイッターやってないよって方は、ぜひ、ツイッターを始めていただいて、僕の、えー、ツイッターのアカウントは、あの、概要欄にありますので、そちらから、僕をフォローしていただければ、DM 送れますので、よろしくお願いします。名前が、僕の顔写真があって、名前があって、その横ら辺に多分、この、封筒のマークがあるんで、そこから僕に、 ダイレクトメールを送ることができるんで、そちらから送ってください。はい。で、そちらにですね、えっ、ー、と、あ、これはそれ、後で言うか。まあ、まあ、先にこっちに行きましょう。そこに、DM のところに写真、僕のところに送ってもらうんですけども、そこに日時、えー、大まかなポイント、大まかなポイントっていうのは、えー、旧江戸川、え舞、ー、浜大橋とかじゃなくて、荒川火災橋とかじゃなくて、も荒川とか、荒川水域とかですね、旧江戸川水域とか、そういう大まかな感じでいいんで、僕に伝えてください。 ピンポイントな名前がなくて大丈夫です。あとは、その写真を使うかどうかはわからないんですけども、写真を出して OK な方、あと写真を出して OK な撮り方をしていただいてください。その魚のですね、この魚の写真を OK な方のみ参加可能です。はい。で、あと、賞を取った方の受け取った写真ですね、顔なしで OK なので、 え僕に、例えば郵送で送った場合、もし現地で渡した場合、賞を取った方がですね、えー、届きました、いただきましたっていう感じで、えー、僕にそれを DM で後で送ってくれる方、届き、たいができる方のみ参加をお願いいたします。っていう感じになります。で、これは前回言わせていただいたんですけども、えー、同サイズ、例えばあ89センチが1位だとしますよね。で、89センチが2名いたとします。 そしたら、えっ、ー、と、こちらにあります、第1回大会では発動しなかったんですけども、えー、その1位と、同着の1位を分ける、どっちが1位になるかっていうのを分ける、えー、条件が、こちらに書いてあります。ルールが。それを発動させていただきます。それで順位が変わることがあります。で、それでも、もしく、それでも差,差がつかなかった場合は、えー、僕が、えー、厳選なる、くじ引きのもと、 えー、平等にですね、くじ引きでその到着の方を決めさせていただきたいと思います。はい。本当はね、綺麗な写真撮った人とか、ダメージがなさそうな方とかっていうふうに思ったんですけども、やっぱ平等をなすために、やっぱそのくじ引きで行かせていただきます。はい。よろしくお願いします。で、これには書いてなかったいくつかの条件をですね、さあの、ちょっと出てきましたので、えー、ちょっと言わせていただきたいなと思います。はい。はい、ちょっとね。 ちょっと失礼して、えー、ちょっとはずきいっちゃいましたね。えー、釣ってから、えー、例えば、えー、11月5日に釣りましたと。あ、じゃあ、11月10日に釣りましたと。たら10日の、できれば10日の日に、うちに、この日付とかを書いて、もう送ってほしいんですけども、疲れて寝てしまったとか、日付をまたいでしまったとかってあると思うんですよね。なので、11月10日に釣りました。日付変わりました。11月11日。 11月12日のまでの間の3日間の間に、えー、送るようにしてください。釣った日から1、2までの間に、えー、僕の方に超過を送るようにお願いいたします。例えば16に釣ったのに最後の30日の、えー、ギリギリに送るとかそういうのはなしにしていただくような感じでお願いいたします。はい。あとはこれも言ってなかったんですけども修行は NG ということでリリース前提で写真撮ってもらって で、それを逃していただく方が参加していただけることになります。はい。で、えっ、ー、と、今言ってなかったですね。えっ、ー、と、開催、あ、と目がくらつく、えー。開催される日時なんですけども、期間なんですけども、令和4年11月1日からもう始まってます。えー、11月1日から、えー、11月30日の、えー、終わる時まで、12月1日になる前までですね、までの、えー、DM、 が僕の元に届いている方は OK とします。で、それよりも1分でも,もう過ぎてしまったらダメになってしまうんで、送りは忘れる、送りミスのないように、えー、気をつけるようにしてください。はい。ということです。で、状況によるかもしれないですけども、えっ、ー、と、大会が終わりました、えー、その次の日か、まあ、その近日中に、えっ、ー、と、ライブ放送の方で順位を発表させていただく感じになると思います。で、その中で、7個参照、 メー,ニンメ,メーニャン賞ですね。あとは、SK 参賞、まさの意識フィッシング参賞、えー、フッ復帰参賞、あと、i 参賞っていう、その、一、えー、1、2、3、4、5、6個の方の、今のところですけども、6組の、一、えー、1、2、3以外の方の中から、く、え、じ、ー、引きさせてもらって、エントリーしている方の中からですね。つまり、65センチ以上を釣ってれば、先ほどの豪華な商品が当たる可能性が皆さんにもありますので、 あの、大きくなくても、ぜひね、登録とフォローしていただいて、送っていただけると、えー、すごい大きな大会よりも全然ね、当たる可能性が高い大会になっていると思いますので、えー、ぜひ、登録とフォローしていただいて、65センチ以上釣った方は送っていただけると、チャンスがかなりグッと広がると思いますので、えー、ぜひ、よろしくお願いいたします。で、今書いたことのまとめたものを多分概要欄に、 えー、ババババ,バっと書いていくと思いますので、そちらを確認してもらっても大丈夫だと思います。で、あとは、えー、なんか細かな質問とかありましたら、えー、ぜひ、あの、毎日のチャンネルの方から質問をお願いいたします。それと、あと、随時なんか、あの、ありましたら、サムネとかで、これが協賛されましたとか、あと、こんなことがありましたので気をつけてくださいとか、こういうふうな、 感じでちょっと変わりましたとかっていうのをサムライで大会の変更があったらちょっとさ告知していこうかと思いますのでその辺も大会参加されている方はチェックの方をお願いいたします。はい。っていう感じですかね。で、あのちょっともうね、この写真に関してはもうちゃんとこの7を2っていうものがないと、丸2ってものがないとちょっと認めることができないことになっているんでその辺よろしくお願いします。あとツイッターの 方がちょっとわからないという方も結構いるんですけど、できればちょっとね、僕もあの、一ちょっと一個一個その、来た人に説明する、僕もあんま詳しくないんで <laughs>、あの、時間が取れないことがあるので、できればちょっとインターネットとかを調べてもらって、<laughs> ツイッターのやり方とかをご自身で調べてもらって、やっていただけるとありがたいです。はい。えー、ということで、えー、本当にご0明様行かしてもらって大会が開くことが、えー、いい時期にね、間に合ってすることができました。えー 本当に皆さんのおかげだと思っておりますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいので、皆さん頑張って、えー、おっきいサイズ、釣って1位になって、頑張ってください。はい。では、また明日もよろしくお願いします。失礼いたします。ちょっとこうやっていた方が、僕がいると見えないかなっていうことでね、一応ちょっとこの画面をね、停止してみてもらっても大丈夫ですんで、よろしくお願いします。もうちょっとズームするか、最後に。 見えないかなこんな感じですかねこれで入ってるかな全部はいでさっき言ったこのところがねちょっとプラスされたりしてるんで、えー、はいその辺気をつけてお願いいたしますではこの辺で大会の説明を終わらせていただきたいと思いますすいません回ってなくてはいでは失礼します